まあ、うすうすね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけどね。どっかの、今回ね、オリジナリティ溢れてね、見て始めてますけど、なんか、めちゃくちゃ、限界大食いとか、なんか、めちゃくちゃ聞き覚えある言葉やし、なんならそれ、まゆみちゃんとコラボしとった、翔さんとかね、やってるような、ね、あの企画になってるんで、おいおいと思われる方も多いんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そこはそこということで。思いついた瞬間にね、最初にね、ヘドモって始めようかなと思ったぐらいですけどね。そこまでやるとね、さすがに、あれなんでね。あと、どう頑張ってもこっちが、残念なおっさんすぎるんで、比較とかされるとね、完全な劣化コピーなんでね。乗ってる車、翔さんがレクサス、LS やったっけ、乗っとって、こっち、スズキのワゴンがと、ね、価格もこんな感じ、ね、年代は一応同じ30代か。同じ30代でこの差は何だろうね。さあ、でね、次のね、セブンイレブンは近くにあるんで、今つんつく大橋の南のところですけどね。この辺り、セブンイレブン、まあ、というかセブンイレブンですからね、あちこちにありますからね、結構ね、サクサクっとね、回れるはずなんですよ。ただ問題だと、売り切れ問題ですよね。今のところもね、実はラス1だったんですよ。うん、まあ、元から最初から、一個縛りでは行こうと思ってたんで、あれなんですけどね。あと、道中に寄らないといけないのが、どこだ？ドラッグストアと、どこ寄らないといけなかったっけな。あ、そうだ、後ろに、段ボールとかが大量に、もう家に溜まっとったんで、それを今日ね、ちょっと頑張って、まとめて、後ろに積んであるね、段ボール収集所、リサイクルセンターのところね、もう寄ってきたいなと思ってます。本当は今日はね、全然別企画をね、撮るつもりで実はいたんですけどね。明日行けたら行こうかなと思ってるんですけど、伊勢湾一周してくる企画っていうのをね、今、企んでるんですけど、ぐるっと回るね、周遊のやつを考えてたんですけど、台風15号がね、今ちょうど来とって、それで、ね、えらい、そばの方が追われっていうことだったんで、ちょっと、今日はね、そこは避けとこうかな。明日今日のニュースの様子を見て、明日行けそうならね、行ってみようかな、どうしようかなっていう感じで考えてますけどね。ただこれでまあまあ予算使いますかね、今回言うて1件分ずつ読みますからね。ということで着きましたよと。ここは早いですね。次がどこだ。四日市日向西三丁目でね、行ってみたいと思います。まあ、この辺りはね、もともとね、日向なんでね、路地元っていうのもありますし。さあ、じゃあ早速ね、買っていきましょう。よいしょ。さあ、2店舗目にして大ピンチでございますよ。今ね、四日市日向西三丁目で、まあすぐですよ、ツンツクのところからね、すぐのところですけどね、やってきましたけどね、なんと、見事に売り切れてましたね。どうも、今、さっきのところもそうだったんですけど、おにぎりがめちゃくちゃ少ないんですよ。で、多分、ピーク、昼ピークの後で、補充が来る前っていう、一番要はおにぎりとかの在庫が少なくなってる多分時間帯みたいで、全然ここも今すっからかんだったんですよね。どうしたもんかなと思ったら、なんか見たことない。普段ね、全然食べたことない。ただこう、マヨネーズってのがあったんでね、まあせっかくなんでこれを食ってみようというわけでございます。で、まあこれだけ買うのもあれなんでね、あ、そうだ、ちょうど、袋がね、切れかけ取ったんで、この袋をね、ゴミ、レジ袋のやつを買ってきましたよと、いうことでございますね。そう、これ、セブンイレブンで置き始めてくれたのありがたいですよね。できれば、80枚入りぐらいのちっちゃいやつがね、あるとね、私結構あれをよく使うんで、嬉しいんですけど、まあ、これもね、使いますからね、買い出し行くときにね。
持っとけばいいですからね、ということで、手巻きおにぎりだ。久しぶりに食べるな。どう行くんだこれ。あ、ここをこうか。はいはいはい。で、まあいつ食えばいいのか。普段手巻きおにぎり食べないですからね。久しぶりに食べるな。じゃあいただきましょう。うん、あ、うまい。うん、なんかおにぎりよりもたらこがしっかり入ってる感じがしますよね。ここでいいですね。せっかくならミニストップ探していきましょうか。こっち方面からミニストップっていうと、どこがいいかな。パッと思いつくのは泊まりか。あそこが一番近いかな。せっかくね、そっちの方行ってみましょうか。よしってことでね、ごちそうさまでした。うん、まあ、今回のカウントに入らないですけどね、うん、早速。いや、ミニストップの方が、セブンイレブンよりもミニストップの方が圧倒的に少ないですから、ミニストップを、軸にね、していって、で、途中にあるセブンイレブンにも寄ってくるような感じのイメージでいきましょうか。うん、その方のがなんか、成り立った気がするな。よし、まあそんな感じで行きましょう。じゃあ、ミニストップ、こっから一番近いところやと、泊まりか。だよね。大井で浜田あるけど、泊まりの方が近いから、まあ泊まりの、ミニストップ、目指して軸で行ってみましょう。よし。